トップ行ってもらって、はい、これね、はい、そこでいいです。そこからここから持ってるんで引っ張ってください。ほら、もうこれ、うん、抜けてるんですよ。これって抜けてるってどういうことですか？ちょっと一回いいですか、うん、これで、じゃあトップここちょっと持っててもらって、うんうん、大げさにやるとこうなんですよ、うん、これって引っ張れてないんですよ。なるほどなるほど。引っ張るってこうなんですよ。なるほど。これこうやって、それがはははははここで始まってね、一回トップなるほど。すぐちょっとレッスン中なんで、あれ戦いが始まってるのこれでここからせーの、こう、そうです、そうそう。それだとでも、ね、こっちが、うん、こっちにこうやって引っ張っちゃってるんで、クラブをこっちに振って、こっちに、うん、こっちに振ってこなきゃいけないんですよ。こうだとまた向き右行っちゃうんで。あ、こっちからそう、こっち側に振っていって、うん、回転するとここにちょうど来る。なるほど。こうやって引っ張っちゃうとダメなんで、うんうんうん、こっちに下に、そう、こうだよね、こうなんだよね。そう、こっち側にでも私これできないんだよ。振る、こっちに振っちゃうともう右行っちゃうんで、う、ね、下に手首そのままだもん。下に振る意識で、そこから普通にこう手を遅れないように手も振るみたいな。うわ、練習場行きたいわ。そう私ウィーンってなりそう、ね、今帰ると。そうなんです。確かに。でもイメージはそういうことです、はい、そうなんだよね。まあ、でもこっちに引っ張るっていうのは、その引っ張る動作の時だけでいって、うんうん、打つ時はこっちにってやったらダフっちゃうんで。そっか、そうだよね。ただトップ行った時から腕の遅れがないように、なるほど、ちゃんと腕も振るように意識すれば。イメージだけ、はい、こうちょっとやってみます。はい、このコース、まあ本当にここの特徴はもう何も見えないんですよ。見えない。セカンド地点もグリーンも、はい、うん、でもこう一旦すごい下って、そこからグリーン手前から砲台になってる、はい。こういう見えない時はどうしたらいいんだろう。だいたいそのフェアウェイがどこか、うん、っていうのをまず、うん、まあ、キャディさんとかに聞いたりとかして、うんうん、その時に、まあ、今日は風が左から吹いてるんで、その左のあの鉄柱、うん、鉄柱狙いって思って、うんうん、なるほどなるほど。そういう木とか、うん、そういうのを目標にして、はいはい、目標を見つけてね、はいはいはい、立つといいなって思います。はい、わかりました。あ、じゃあ、はい、あとこう打ち上げの時って、はい、結構やっぱ早く見たくなるから、はい、トップしやすい。私は打ち上げの時は、うん、やっぱこうやって構えちゃうと、うん、もう打点がこっちになっちゃうんで、ダフったりとか、はいはいはい、こうトップしたりとかするんですよ、うんうん、だから打ち下ろしの時はこうちょっと目線を同じぐらいでこう、この目線ぐらいでこう見るようにしてます、うんうんうん、こうやってピンポンで見るよりも、うん、あ、でもやっちゃうね、こっちからやって、こうなるべくこうちょっと下目を見るように。そっかそっか、はい、確かにもうこうやってやっちゃうもん、やっちゃうね。だってもうこうなってるからね。そうです、自然と普通にこうなってるんだ、はい、見方がね、はい、なりすぎないように、あの逆らうのは良くないんですけど、うんうん、なりすぎないように、はい、はい、やります。いやー、ナイスショー、気持ちいいね。ちょっと風に負けない球だったね。思ったよりこう来なかった。左狙ったもんだ。でもあれはあれでいいのかな。はい、まあ、うん、まあまだ当たりは良かったんで、確かに、はい、まあしょうがないっていう感じです。はいはい。うん、あー、右行った。右。あ、やばいね。あ、めっちゃ流されてる。OB 行っちゃったかな。OB かもしれない。行ったねこれ。シュイーンって言ったもん。はい、やりました。今のとかやっぱ腕遅れしちゃってるんで。腕遅れなんだ。そうなんですよ。やっぱアゲンストとかにちょっと負けちゃったのと、左からの風でその左向いて
左に行くのを恐れると、うん、そこからちょっとカットさせようとかって思うんで開くんですよ、やっぱ意識だよね、そうなんですよ、なんでやっぱその時ほど余計こうちゃんと腕も引っ張ってきてあげないと、なるほどね、はい、意識だよね、そうなんですよ、体とその腕の連動性、負けた、風に負けた、風に負けた、吉田沙保里が風に負けた、やっぱり自然には勝てないぜちょっと頑張って振ってみるけど、うん、練習練習、はい、うわー惜しい惜しい、まあまあちょっと上目だけど今すごいね、ここで我慢してこれで頑張ろうと思って打ってみました、はい、あの形的にはすごい良くて、いいですか、それがやっぱこうトップ上げて止まってから落としちゃうんで、うん、あ、そうか、バーンって連動性がなくてね、でも私はもうこの辺上げたぐらいから切り返す準備してる、でも確かに上がってからのこれがめちゃくちゃ早いよね、はいはい、早い、やっぱトップで止まっちゃってから、うん、はい動きましょうっつったら全部一緒に同時に動いちゃうんで、あの粘点差とかがなくなって、はいはいはい、球を押せなくなるんで、うん、止まらない、あんま止まらない方がいいんだね、そうなんですよ、いくよ、はい、ちゃんとクラブ振ってください、思いっきり、はい、おー、いいです、ナイショー、いい、今の、はい、ああやっぱちゃんとクラブが振れてる、もう今のでも全然体もちゃんと動いてるんで、そうか、はい、はあ、むずいね、緊張した時に体しか意識いかなくて、はい、うん、パーンって手が遅れちゃうから、ね、今のね、そうです、でだからできる時とできない時があるんですね、むずいね、むずい、よし、おお、これ風です、風、めっちゃ風、すごい右に押されてる、めっちゃ風、めっちゃ風よ、でも音とか当たりとかすごい良くなったよね、良くなったよね、うん、今振り遅れてなかったですよね、はい、グッドグッド、風のせい、これもめっちゃ右に持ってかれてた、てそうですね、はい、やっぱフラッグがすごい真横から、すごいね、見て、まあ、見て、はい、折れそうだ、折れそうだもん、これでもさ、やばい、だってさ、左向いて、あっち行ったら嫌だもんね、はあ、そうだからああなるんだよね、むずいね、これも左、ちょっと左向いた方がいいのかな、はい、うん、向いた方が良さそう、グリーン左端ぐらいは最低でもね、あれだけ押されたらバンカー方向に、あれこれまた切ってるね、これが出るんだよ、私腕を遅れちゃってますね、いやー、うまい、あ、風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 、止まった、あー、止まって、あんまり押されなかった、風が、モネちゃんの時、風止まる、風で、風に強い球っていうのもあるかもね、でも確かに影響されないっていうね、うんうん、めっちゃうまく打ったと思ったんだけど、ちょっと左向いてたもんね、はい、で風に乗ったら多分ちょうど、そうなんですよ、確かにオンする予定が、はい、一回出した方がいいよね、そうですね、どうなんだろう、どうしたらいいですか、まあ絶対にこっちには出した方がいいんで、こっちはね、はい、こっちにね、だからこういう時は何番ぐらいでやるのかな、だいたいピッチング9番とかぐらいですかね、100は打ったらダメだから、うん、もう20とか、もう本当そこのラフに下り傾斜に落として前に行かせるぐらいの、はい、軽くか、どれかな、うん、はい、ナイスナイ ナイスです、強い、まあいいか、止まれ止まれ、うん、大丈夫です、うん、ナイスナイスナイスリカムリこういう感じね、はい、なるほどね、これはさすがに打てないってわかるけど、はい、いけるかなって言うときめっちゃ狙っちゃうんだよね、私も行っちゃいます、それはそれでいいのかな、もう一か八か木の間にみたいな、でも行かないと気が済まなくないか、そうなのだからいいのかそれは正確だもんね、はい、そこ攻めるかな、この人生かかってないんで大丈夫です、うん、はい、それは確かにプロはもう私たちに人生かかってるんでキャリーさんに止められますやらないそれやっぱり、はい、大会ではね、もうあのそれでうまくいくこともあるけど、うん、成功した時の対象が大きすぎるんで、確かに失敗する確率の方が高い、ね、高いです、絶対ね、はい、でも成功する時があるから それをイメージしちゃいますよね、いい方なしかイメージがないから、はい、っちゃうの、はい、でもね、それで成功した時がやっぱ、うん、もうたまらなく嬉しいですよね、達成感がそれそうこういうなんか砲台の時って、はい、めっちゃ狙いどころ難しいじゃないですか、難しいです、これ気をつける武器どうしたらいいんですか、まあ本当これは
女子プロでも結構大変なぐらいなんで、うんうん、まあちょっとやっぱ高さ出して止めなきゃいけないんで、うんうん、寄せるには、うん、下ちょっとそうちょっとフェース開いてやるんですけど、うん、でも多分そういうクラブだとちょっと難しいんですね。こう当たっちゃう、やっぱプロってこういうウェッジなんですよ、うんうん、だからバランスが違って当たんないようになってるんですよ、下に開いても。へえ、欲しい。それこうやってやった時に貸してここが浮かないじゃないですか。これってめっちゃ浮いちゃうんですよ、開いた時に。はいはいはい、こうするとこんな浮いちゃうんで、うん、そしたらもうそうするともうボールの下に入らないんで、それそういうの作れるのかな。いや売ってます普通に、こういうのは。アマチュアでも買えるの？全然買えるんですけど、うん、使い方ちょっと難しいっていう。へー、バンカーとかも確かにこっちの方がスピン入ったりとかできやすいけど、確かにもう寝かしたら浮いちゃうんだね。こっちの方がやっぱダフりやすい、こっちの方がダフってもこう弾いてくれるから。あ、そういうことか。そう、でもそれぞれのあれ特性があるんだね。そうなんですよ。だからアマはこれでいいんだよね。そうです、ね、まあ転がしとかは特に、うん、そうだね、ロブショットとかはちょっときついけど。はい転がしは結構難しいよね。まあ転がすなら本当ピッチングとか9番ヤンぐらいでラフにワンクッションでバンって当てなきゃいけない。うまい。じゃあ強いな。ちょっと強いですけど、でももうしょうがない、うん、これは難しいですもん。でもやっぱそれよりももっとっていうと高さが出なくてキャリー出なくて当たっちゃう可能性あるんで、手前に一回じゃあこれ打ってみます、このウェッジで。そうらしいです、はい、使っていいのかな。はい、いいですよ全然。壊したらどうしよう。ちょっとフェース開いて左足にボール置いてください。こうだね。はい、でちょっとオープンスタンスにしすぎなんで、まっすぐ目で、はい、こうで、もうちょい左足に置くボールを、はい、こう、はい、でしっかり振ってください。はい、はい、あ、うわ、本当だ。めちゃ打ちやすいよ。そうそうそう。もらおうかな。全然違いますね。ですよ。すっごい安いよ。はい、ねえ、これも奥絶対行きたくないですよね。はい、あのこういう時バンカーの先の、うん、そのグリーンの入り口のところをこれで測ってあげて、なるほど。そうすると最低の距離そこを打てばいいってことですか。はい。カラーぐらいのところですか。そうなんですよ。うん、うまい。しっかり打ちました。打った。おー、いいいい。グリーンには、はい、グリーンの下、オッケーオッケー、はい、いい。40ヤードしっかり。でも確かに、でも40ヤードしっかりで、本当に40ヤードしっかりいってるんで止まったね。はい、でもなんかそしたら入る怖さがなくなりますね、はい、でも転がる、転がらなかったね。下からアゲンストもあるし、やっぱアプローチなんで、うまくまかった、そんなに、はい、うまくまかった。オッケーオッケー、いいよね。乗れればね、私たちはグリーンに乗れば。予選はなんて思ってない、乗ればオッケー。乗ればね。うまっ。うわー、ちょっと飛んじゃった。下りのスライス、これ風影響するのかな。まあ多少ぐらいですかね、そこまで。そこまでね。あ、あそこ行っちゃった。弱いか。はあ、本当だ、先生の緑。そう、あ、ちょっと結構難しいです。むずっ、うん、ちょっと強いかな。強い、うん、いいとこ行ってる。本当にマークに行っちゃった。なんか、まあ、やっぱラインが合ってる証拠っていうのがここで、どんな強さでも、うん、カップの裏とか手前とかに止まるんですよ、戻ってくる。じゃあ今はラインは合ってたってことなのか。先生、一回やってみて。私ですか。この、うん、このロングパッドっていうのがさ、ね、それぐらい、あ、近く何メートルだろう。いやー、うまいな。ちょっと弱い。いやいやいや、もうそこまでつけたらだってもう数パットも。100点、100点。来た。うわ、これ一番悔しいやつ。惜しい。でもこれしょうがないか。はい、まあ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 。悔しいよねこれ。悔しいけど、うん、しょうがない。ちょっと弱い。ほら、私こうなっちゃうの。切れちゃうんですね。ちょっと弱いですね、やっぱ。これが一番難しいんだよな。ちょっと下り？はい、打てない分風も余計影響しやすいんで。うんうん、やばい。さすが。ナイスです。さあ2ホール目終わりましたけどいかがでしたか？いやー難しい。まあ、風が余計難しくさせてるんで。あとコースがやっぱりこうやっぱ上がってるとか、うんうん、最初のね。そうですね、うん
まあそれもあるし、うん、それ難しいところ、私は苦手なところだなって思いましたね、今回ね、うん、難しいコース、難しい壁でしたが、ちょっとどうですか、先生になってためになりましたか？めちゃくちゃためになった。そうなります、すべてためになる、うん、でもなんか本当ついついやっぱアプローチってあれぐらいの距離でピン狙いがちだから、うんうん、バンカーまでの絶対打たなきゃ打たないといけない距離を測ると安心感も増したし、無理しないというか、うん、ちょっと絶対これ見てる人すぐ行かせますよ。ピンまで見ちゃうね。うん、見ちゃう見ちゃう。でもピンまではどうなのか、ピン手前が、うん、そう、バンカーだと、うん、バンカー越えでこれぐらい、うん、でピンまでこれぐらいだから転がってこれぐらいっていう計算を、うんうんうん、あ、こうやって計算すればいいの。ちょっと待って、みんなやってた？多分やってると思うよ。見てる人みんなやってますよ。やってない人もいると思う。ねえ、うん、やってなかったですよ。やってる人もいるかもしれないけど、うん、やってなかったよね。そういうのも知らずに、ただ普通に楽しくゴルフをやってましたっていう感じ。だから勉強だったね。めっちゃ勉強になります。じゃあ見てる人もね、同じ気持ちになってくれたら嬉しいですね。はい、はい、やってみてください。じゃあ次3ホール行きましょう。はい、はい、最後にこのチャンネルのスポンサーである楽天ゴーラの紹介をします。楽天ゴーラより累計200万ダウンロードを突破した楽天ゴルフスコア管理アプリがついに Apple Watch や Android 対応のスマートウォッチでも使えるようになりました。ウォッチ一つで残り距離の計測やスコア登録ができ、より手軽にラウンドを楽しめます。概要欄に URL を貼っておりますので、ぜひ使ってみてください。